はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車では走ろう山手線やっていきたいと思います。それでは出発進行。で、本を見ながらやっていきましょうかね。じゃあ死ぬまでにお金に困らない力が身につく25の稼ぐ本ということでね、その悩み哲学者がすでに答えを出していますと。将来が不安、お金が欲しい、死ぬのが怖いなど、現代人が抱える悩みの数々は、あるか昔からの人類共通の悩みだが、それらはニーチやアリストテレスをはじめとする哲学者たちが解決済みだっていうね。素早く動きたければ、心の荷を軽くしておかなければならない。哲学か。結構ね、哲学の本に関する紹介が、この千田拓也さんの本には多いですね。哲学っていうのなんだかわかんないからね。哲学って学校の授業でやん。まあ大学とか選べば、大学行けばね、ありますけどね。ゲームしながら本読むっていうね、本に目を通すっていうの。まあでも積んどく本がなくなるからな。まあ一石二鳥で。進行駒込停発。好きなゲームをやりながら本読む。本読むって言ってんのかね。読むって言えんのかな。信号40。よし。信号40。次は巣鴨。はい、巣鴨。あれ、あ、これ低速帯か。OK、何キロ、次は何キロ出しましょうかねっていうところで。60キロ。2つか、厳しいな。こういう感じで、あと8秒。432。おお、いいね。 41.3 センチ。池袋新宿方面。次は何でしょう。これが階段。私のキュレーション術。キュレーション。あ、投資系の本なんだね。正誤や善悪を超越してこうした発想が成功者のスタンダードである。まあオーソドックスな理論にね、まあセオリーにね、考えすぎちゃうと個性のない考え方ばっかりになっちゃってね、面白くもないんでね。まあいろいろ、まあ投資とかやるとね、投資ってまあ不規則なことがね、起こることの方がいいんだね。そういうとこから思考が養われるっていうのはあるかもしれないですね。まあ投資をやりましょうってわけでもない、進めてるわけでもないんですけどね。信号60。大塚、大塚。ダメな自分の愛せはしない、強く生まれ変わる。さあ75キロ。まあこうやっていきますよね。信号55。よし。OK、15か。まあこういう感じで。
まあ、時間ないんだ、そういえば。OK、あ、ちょっと遅れちゃったな、1秒。ワンテンポ遅れちゃって。難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてくださいって本。こんな本まで。お金の勉強はここから全てが始まるって。すごいね、こういう本も紹介してんだ。まあ投資ね、まあ投資というよりかね、なんかどっかの本で読んだんですけど、盗まれない資産に投資をする。まあ、盗まれない資産って言うと、まあ、知識ですかね。知識って盗まれないじゃないですか、自分で。覚えておけば、まあ、そういうものに投資をしてもいいんじゃないかっていう本、なんていう本だったか忘れちゃったんだけど、あったんだよな。池袋。まあ、こういう感じで K75。 K、 こういう感じで、あれ失敗したな。2つか75。あれスピード出ないな。ああいいのか、低速帯か。星2つか、厳しいですね。パーフェクト、こういう感じで70キロ。あ、失敗した。まあこういう感じで、ちょっと早いか。まあ13秒しかねえじゃん。OK、 あー3秒消して。これどこでミスったんだろう。まあ2ポイントもらえたからいいか。その調子、その調子。はい。あら、この本も読み終わっちゃったの。死ぬまでお金に困らない力が身につく25の稼ぐ本というね、千田拓也さんの本と。終わりか。結構なもんだな。はい、ご注意ください。はい、出発進行。池袋、停発。もう本読み終わっちゃったから、じゃあ自分でペラペラ喋りますか。喋りますかって言ってもね、喋ることないんですけどね。信号65。まあコロナウイルスについてって喋りますか。まあでもそれ喋るって言ってもな、もう自作自分で守るしかないっていうね。まあでも金村義明さんが言ってたんですけど、まあマスクして消毒して、手の消毒ね、消毒アルコール、消毒アルコールだっけ、アルコール消毒してって、そういうのまめにやってからもう鼻水出なくなったって言ってましたね。それだけやっぱり、ね、そういうの繊細に考える見直すきっかけにもなりますよね。まあ鼻水
よく出る人だったら、まあ参考になる意見かもしれないですね。わあ、これ難しいな。432。あれ、106センチか。ダメだね、今。これはダメな停車です。まあ、自作自演でやっていくしかないんでしょうけどね。お、3ポイント控えた。で、プラス1か。その調子、その調子。まあ、70% の自信と 30% の不安ぐらいの比率がいいかもしれないですね。まあ、70% の自信、まあ、コロナを気にしすぎないでね。まあ、70% は、立ち向かっていくっていうぐらいの、心構えでね。30% はまあ不安。ちょっともうちょっと、まあ、かかるかもしれないっていう、ちょっとした不安を持っておくっていうね。島田紳助さんがね、お笑いやっていく、上で 70% の自信と 30% の不安って言った行列のできる法律相談所で言ってましたけどね。まあコントを作るにあたってね、だと思うんですけど、まあやっぱ 70% の自信はあった方がいいと。世の中へっちゃらだって言ってれば、本当にね、世の中へっちゃらに覚えてくるっていう、そういうのと、まあ、あとは 30% の不安、まあ、研究なんですかね。まあ、受けなかったらどうしようっていう 30% の不安を持ちつつ、まあ、どうしていったらいいかっていうのをね、考えて分析するっていうことで、多分 30% の不安って言ってんでしょうけど、言ってると思うんですよね。まあ島田紳助さんっていうとね、まあ本当にね、インチキ教祖様のような、本当にまあトークがすごいからね、つい紳助さんのね話を聞くとついその気になっちゃいそうですけど、まあ実際そうなのかもしれないですけどね。おお、S3 つ。運転お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。でもう一個か。で、もう一個やりましょうかってところですね。国間五反田から浜松町ですね。何が待っているのかドキドキしますね。それでは出発進行。はい、出発進行。電気機関車との協調運転ができるように改修した特急型車両。ああ、そうなんだ。189系ってそうなんだ。183系はできなかったってことか。操作タイプシンプル。シンプルでやってないんですけどね、操作タイプ。これは手前にブレーキ。シンプルタイプも手前にスティック倒すとブレーキ。ってやつか。都会のオアシス。はい、ドア閉まります。ご注意ください。はい、出発進行。進行、五反田、停発。45キロ。
75、しばらく45キロで走ると。まあ補正作業員がいたのね。 OK、 75、信号65、さあどうだ、どのくらいでスピード、この辺で B6 にしてみるか。ちょっと速いかな。まあこういう感じで、雪だからね、多分ブレーキの利きが難しいと思うんですけど。OK、ああちょっと失敗した。品川東京方面、ああマイナスさ、プラマイゼロか。到着時刻ぴったり、やりましたね。次品川、ご注意ください。2キロあんな、約2キロ。とじめ点出発。出発進行。大崎停発。制限60。はい、品川、品川。よし。65。お、E217系横須賀線。制限80。よし。制限80。行きますかね。70キロ。まあ、こんな感じで。まあこのまま行けばね大丈夫だと思うんだけど。OK、 80。星2つか、なんだ。なんかな、スピード出しすぎてもあれかな。OK、感じで。どうしよう、どんぐらいでこの辺でブレーキかけるか。ちょっとな、ブレーキがな。まあこういう感じで6543254.6センチ。いいですね。まあこんな感じで。高輪ゲートウェイ停車中です。あ、そうだ、左スティックを上着側に倒しましょう。
ります。ご注意ください。とじめ点出発。高輪ゲートウェイ。品川停発。860m しかないんだね、でも。70km か。まあこういう感じで行きまして、このでブレーキかければちょっと早いかな。ちょっと時間を持ってるような気がするんだけど、321計 51.1cm。 寒そうだな、こんな雪積もってて。寒いね、見るからに寒そうだけど。田町、浜松町か。はい、ドア閉まります。ご注意ください。とじめ点出発。進行高輪ゲートウェイ停発。高輪ゲートウェイ。田町、浜町じゃなくて田町ですね。70、まあこういう感じですね。70、さあまたなんか制限があんのかな、これ。65、よし。まあこういう感じで、でブレーキかけて、あと10秒。23.2cm。2ポイント、6ポイントもらえた。到着時刻バッチリ、いい感じです。次、浜松町。はい、ご注意ください。とじめ点出発。はい、出発進行。田町停発。
あれ、信号動いてないね。点滅してない。お、215系だ。制限55。大江戸線。おしみつ。65。次が、あ、これで。おしみつ。制限80。70。 OK、 70出るか。 OK、 70は OK。 んこの辺にしとくか。まあこういう感じで、7654323。おお、 3.9 センチ、39だね。もう6ポイント7ポイントもらえた。もう全部 S だ。針振り切っちゃってるね。運転お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おー、いいね。お、久しぶりの自己紹介だ。はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。